グランディ決議とは、1943年7月25日、当時のイタリアの最高諮問機関であるファシズム代表議会において採択された、当時のイタリア王国の首相であるベニートム・ッソリーニに対する首相退任要求決議である。名称は、決議案を総案し、提出したファシズム代表議会の構成員であったディーノ・グランディに由来する。 当時のイタリア王国における首相を任命する権限はイタリア国王にあり、この決議は法的に非拘束性のものであったが、当時のイタリア国王、ビットオリオイマヌエーレ3世は、この決議を支持し、ムッソリーニを首相から解任、逮捕した。当時のイタリア王国の首相であるベニート・ムッソリーニの命令により、1940年9月7日、北アフリカにおいて、 エジプトの占領を目指して当時イタリアの植民地であったリビアから進撃を開始、同年10月28日にはそれまでに保護国としたアルバニアからギリシャへの進撃を開始したイタリアであったが、いずれも初戦から苦戦を続け、同盟国であるナチスドイツからの援軍によって戦線を維持している状況であった。その後、ギリシャでは抵抗運動等で行き詰まり、 1943年5月には、北アフリカにおいても、カセリーヌ峠の戦いでの局地的な勝利以降は追い詰められていき、北アフリカでの最後のねじろとしたチュニジアも、統治作戦で、モロッコ、アルジェリアから上陸、進撃してきたアメリカ軍とエルアラメインの戦い以降、エジプトからリビアを通って進撃してきた、イギリス軍によって東西から挟み撃ちにされる事態に至ったため、 共同で戦ってきたドイツ軍と共に北アフリカから撤退、撤退に間に合わなかった数軸軍は連合軍に降伏した。そのような中、敗北続きによる国内における沿線気分の蔓延によって士気の低下を感じ取っていた当時のイタリア国王ビットオリオイマヌエーレ3世はムッソリーニを首相の座から引きずり下ろすことを考えるようになる。そして アフリカを完全に制圧した連合軍が1943年7月10日、シチリア島攻略を目的とするハスキー作戦を決行したことによって、連合軍によるイタリア本土上陸の懸念が現実的なものとなり、王国の存続を危惧し、戦争の遂行に絶望的なものを感じ取ったエマヌエーレ国王はムッソリーニを首相の座から引きずり下ろすことを決意した。 ムッソリーニを首相の座から引きずり下ろすことを決意したエマヌエーレ国王はピエトロ・バドリオにムッソリーニの後継として主犯指名することについて調整した後、側近と共にムッソリーニを逮捕する計画を作成した。一方、ファシスト党の内部においてもグランディが主となって国家の最高諮問機関であるファシズム代表議会を利用し、 首相退任要求の決議案を採択する形で、ムッソリーニを首相の座から追い落とすことを画策していた。グランディは、ムッソリーニがその戦争指導によって、イタリア王国を全面的な破滅の危機に追い詰めた責任を厳しく問い、統帥権と国家の決定権を国王へ返還し、首相からの退任を求める内容の決議案をまとめるとムッソリーニに、 ファシズム代表議会の開催を要求、1943年7月24日に開催する約束を取り付けた。その後、ファシズム代表議会開催の約束を取り付けたグランディは決議案への賛同者を得るべく活動を開始したが、ムッソリーには妨害しなかった。代表議会が開催されたベネツヤ宮殿1943年7月24日22時。 ベネツィア宮殿において、1939年の開催を最後に行われていなかったファシズム代表議会が開会された。ムッソリーニによる演説の後、本件決議案の採択に係る緊急動議がグランディによって提出された。動議に対する討論によって、日が変わり、7月25日2時15分、評決が行われ、以下の評決の詳細に掲げる通りの結果となった。 氷決の詳細決議案は賛成19、反対8、危険一で採択された。ウチはファシズム代表議会の構成員としての当時の職位である。なお、ムッソリーニはファシズム代表議会の議長であったため投票権を有しなかった。ドイツ軍によって救出されたムッソリーニこの決議案の採択はこの場まで生き残って出席した。 終身議席を有する二人のファシスト四天皇の全員が賛成票を投じるとファシスト党の内部からムッソリーニを否定するものでありイタリアにおけるファシズムの崩壊に直結するものとして非常に重要なものとなったエマヌエーレ国王はこの決議の採択を受け1943年7月25日の午後越見のために 王宮へおもむいたムッソリーニを待ち構える形で、首相の解任を申し渡し、動員していたカラビニエリが逮捕した。逮捕されたムッソリーニの身柄は、ムッソリーニの後継として、エマヌエーレ国王から主犯指名を受けたピエトロ・バドリオへ引き渡され、バドリオはムッソリーニを連合国へ引き渡す前提で、国内を頻繁に移動させて軟禁することで、反体制派による奪還を防ごうとした。 このような中、1943年9月3日、連合軍によるベータウン作戦をはじめとする一連のイタリア本土上陸作戦が決行され、9月8日にはイタリア王国が連合国に降伏する。一方、ムッソリーニが逮捕、拘束された時点でイタリア戦線の完全な崩壊を危惧したナチスドイツはアドルフ・ヒトラーの匿名によって、 ムッソリーニの救出作戦を計画、調査によって南京場所が特定されたため、1943年9月12日、ドイツ軍による救出作戦が決行され、ムッソリーニは無傷で救出された。救出されたムッソリーニは、ナチスドイツによって、海来政権であるイタリア社会共和国の主犯に据えられ、1945年4月にイタリア社会共和国が崩壊するまで、 ナチスドイツと共に連合国を呼び、イタリア王国と戦うことになった。なお、イタリア社会共和国の政権成立後、ナチスドイツの強い要望により、この決議案に賛成票を投じた者に対する、捜索が行われ、逮捕、拘束された者は処刑されている。ありがとうございます。